南無阿弥陀仏について解説しましょう。今回は南無阿弥陀仏です。日本に仏教を伝来したのは一般的には538年と言われております。当初の仏教は一部特権階級のためのもの、エリートたちのためだけのものでした。そんな仏教に転機を迎えたのが鎌倉時代に入ってから、いわゆる鎌倉新仏教が日本の仏教の在り方を大きく変えたと思います。どう変えたのか。この時仏教は庶民に解放され、本来の仏の働きである弱者救済のための仏教となったのです。鎌倉時代日本仏教は大きく変わりましたが、その先駆者は私は法然と考えています。法然によって仏は本来の仏としての働きができるようになり、衆生救済が目的である仏教のあるべき姿に戻っていきました。ここで画期的な教えとなる法然の教え、浄土宗の教えを述べましょう。ひたすら阿弥陀如来を信じ、南無阿弥陀仏と唱えれば誰でも往生できるという教えなんですね。実にシンプルで優しい教えです。ただ阿弥陀如来を信じ南無阿弥陀仏を唱えるだけで救われるなんて、誰でもできる、いつでもできる、今すぐできますね。当時の庶民に学があるとは思えません。学ぶ機会がないからです。そんな庶民に専門的なことを言ってもわかるわけがありません。簡単、誰でもできる、これが衆生救済のキーワードになります。法然の教えにはそれがあり、それは鎌倉新仏教に共通する特徴でもあります。鎌倉仏教は武家政権です。武家政権とは武士が政治運営を行うことです。武士とは本来戦うのが目的の戦う人だったわけですが、武家政権を行うようになってからは治める人になっていきました。政治ということですね。鎌倉幕府は当初源氏が政権を担っておりましたが、その後北条氏にとって変わりました。北条氏の政権は続くのですが、次第に民のことを思う規律が多くなります。これは政権当初には見られなかったことです。なぜなのか。北条氏は次第に浄土宗の教えに感化されていったという、そういう説があるからです。実際北条氏の中には熱心な浄土宗信者がいました。法然は目前の衆生救済のために行きましたが、それは結果的に社会や政治の在り方までも変え、日本の国を変えていきました。それもまた阿弥陀如来のなせる技だと思います。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。